光忠世の生涯、歴史の細道、案内人の沙織です。徳川家康の天下取りに多大な貢献をしていながらも知名度が高くない武将がいます。その名は大久保忠世。実は忠世は織田信長にも称賛されたほどの人物でした。かの武田信玄も称賛したという逸話まであります。それにもかかわらずあまり知られていないのはなぜでしょうか。その理由を探っていきましょう。武にも忠にも秀でた一族、忠世の生まれた大久保氏は家康の祖父の代から使えるようになったとされています。大久保氏の本家は別にあり、忠世の家は支流でした。けれども忠世の父忠和とその兄弟が武勇に優れていたことから、徐々に本家をしのぐほどの存在に。大久保氏の中心的な家へと成長していきました。そんな父のもとに生まれた忠世も武の遺伝子を引き継いでいました。家康がまだ今川氏の人質であった弘治元年1555年、今川氏の蟹江城攻めに松平氏の家臣も従うこととなります。その時忠世も出陣、後世に蟹江七本槍と称されるほどの功績を挙げているのです。なおこの蟹江七本槍のうち4名を大久保氏が占めています。内訳は忠和、忠和の兄弟、忠世、忠世の兄弟です。2代4名が称賛される活躍を見せる大久保氏、まさに武に秀でた一族と言えるでしょう。こうした一族の活躍は若き家康を支えます。それは永禄6年1563年の三河一向一揆でのことです。家康の家臣からも一向一揆側につく者が複数出て、家康は厳しい戦いを強いられることに。そんな中で忠世をはじめとした大久保氏は皆家康から離れることなく戦ったといいます。彼らは武に秀でるだけではなく熱い忠誠心も持ち合わせていたようです。優れた武勇と主への忠節、それらが若き家康の信頼を勝ち取ったのかもしれません。忠世は旗本先手役の将として選ばれることに。これは直属の機動部隊であり、家康の傍らに常駐して備えるもの。責任重大であると同時に信頼関係がなければ任されない役目です。その役目を担っていることに家康から忠世への相当の信頼がうかがえますね。忠世が選ばれた先手役には本多忠勝や鳥居元忠、榊原康政なども名を連ねています。同僚の中からも忠世が家康家臣団の中心にあることが明らかです。幼少を任される忠世、若き家康が敵対し攻防を繰り広げた相手として信玄がいます。甲斐の国を本拠とした信玄は南下して上洛しようとしたため家康と対峙。その舞台となったのが遠江の国の二俣城でした。二俣城は山間部から平野へと出る場所に位置、川の合流点にして下っていけば東海道へと至るという流通の要にありました。そのため築城した今川氏が滅亡すると、家康は早々にこの城を得ています。そこへ元亀3年1572年、信玄が侵攻してきたのです。戦上手の信玄は城の弱点であった水の手に目をつけます。そして水の手を断った上で海上を要求。生命線が断たれた城は降伏を余儀なくされたのでした。こうして信玄によって重要な拠点が奪われた家康、三方ヶ原の戦いでも敗北し苦境に立たされます。けれども信玄が病によって亡くなったことで
状況は一変しました。信玄の伏せられた死を察知した家康は二俣城の奪還を図ります。しばらく攻防が続きますが、天正3年1575年に転機が。長篠の戦いにおいて織田・徳川の連合軍が武田軍を大敗させるのです。この戦いで忠世は大活躍。戦いぶりが信長の目に留まって称賛され、家康からは褒美を与えられるのでした。この時の信長の評価は、良い公約のように敵について決して離れないというもの。狙った敵は逃さない粘り強い戦いぶりだったのでしょうね。長篠の戦いでの勝利で勢いづいた家康は、やがて二俣城の開城にも成功。数年かけてようやく城を取り戻しました。すると家康は二俣城に忠世を入れます。そして次なる敵襲に備えて城の改修工事を行わせたのです。忠世は天守台を築くなど防備を強化。武勇に優れた忠世と強化された城によって、家康は二俣城を死守しようとしたのでしょう。家康の目論みは当たりました。その後もたびたび武田軍の攻撃にさらされながらも、再び城が奪われることはなかったのです。要衝を任され、期待通りに守った忠世。家康からの信頼もますます厚くなったことでしょう。続、要衝を任される忠世。天正10年1582年本能寺の変後、家康は甲斐の国や信濃の国へと勢力拡大を図ります。しかし北条氏も道中を狙ったことで争いに。そんな中で忠世は武田氏維新の引き入れを画策します。領地の保証と引き換えに徳川へ味方するよう呼びかけたのです。この策はうまくいき、武田氏維新は次々に徳川へ恭順。一時は対峙した北条氏とも和睦が成立し、家康は甲斐・信濃を手にすることができました。するとこの功績もあってか、忠世は信州総奉行として小諸城に在番することとなったのです。二俣城の城主を務めながら小諸城に在番するという忙しい日々を送ることになった忠世。天正13年1585年には家康に造反した真田昌幸の討伐にも派遣されています。この戦いで徳川方は大敗し撤退することに。それでも小競り合いは続いたため、忠世は小諸城にとどまったのでした。すると11月に入って、家康の懐刀ともいえる石川数正が豊臣秀吉のもとへ出奔するという事件が発生。小諸城にあった忠世は急遽家康に呼び戻されることとなったのです。遠方にありながらも呼び戻されるのは、忠世が頼りにされている証でしょう。それにしても忙しいですね。この後家康は軍勢を刷新し、秀吉へと進駐します。この間忠世も家康の近くにあって奔走したものと推測されます。やがて天正18年1590年になると、秀吉の命によって家康は関東へと移封されることに。これに伴い家臣も移ることとなりますが、忠世には相模の国小田原4万5千石と小田原城が与えられたのです。小田原はかつて北条氏が拠点としていた地で、南関東の中心。家康が治めることとなった関東の防衛には欠かせない場所です。またしても要衝を任されることとなった忠世、石高も徳川家臣の中で5番目となっています。忠世に任せておけば安心という家康の心の声が聞こえてきそうな処遇です。
そんな絶対的な信頼を置かれた忠世ですが、小田原に移って4年後には亡くなってしまいました。まとめ。武にも忠にも秀でた武将、忠世のことを探るほどにそのような人物像が明らかになります。けれども思わず声を上げてしまうほどの逸話はありません。また家康が天下人となる10年ほど前に亡くなってしまいます。これらが実績に比べてあまり知られていない理由かもしれませんね。もし忠世が関ヶ原の戦いに参戦していたら、どんな戦いぶりを見せたのでしょうか。そんなことを考えてしまうほどの優れた武将です。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。